クイリツブは、中華民国の政治家、教育者、大使、私立金領大学で文学士を取得し、その後留学して、ウィスコンシン大学で修士号、ロンドン大学で博士号をそれぞれ取得した。1929年に帰国し、国民政府の講師院で、編成に任せられた。翌年、講師院構成委員会を編纂主任兼、金領大学教授となる。 1931年、国立中央大学政治系教授に移り、後に同系主任に昇進し、中央研究院特約研究員も兼ねた。翌1932年、行政院中営交換、東古都改装幹事に任命される。日中戦争勃発後の1938年6月、第一期国民賛成会賛政員に任ぜられ、以後第三期まで連続して任命。 1941年11月、三民主二青年団で中央幹事会幹事に起用されたが、1943年2月には第一期中央幹事会の候補幹事となっている。1944年12月、教育部常務次長に任ぜられ、1946年10月、同部政務次長に移った。1947年5月、中英文教基金、東古都会。 党ごとに任ぜられ、同年9月の国際連合教育科学文化機関第2回総会に中国代表断層代表として出席している。1948年、雪のり国民大会代表に選出される。1949年3月、教育部長に任、国境内戦敗北に伴いグイリ部は台湾に逃れ、1950年3月に教育部長を退任した。 1951年、中華民国総統府顧問に就任している。1953年から、国立中央博物院、図書館連合管理委員会主任委員、中華民国紅れない十字会理事、中国流亡知識分支援助会責任者、カビ共振者責任者、足馬人民反共連盟中国総会常無理事、東海大学当事長などを歴任、兼任した。 1956年8月に中大大使に任せられ、以後大使として海外で活動する。1962年6月に中ラオス大使。1964年3月、中フィリピン大使。1968年7月、中ギリシャ大使と歴任した。1975年、国際関係研究センター主任となる。これ以降、 世界反共連盟台湾総会秘書長、中国政治学会理事長、中国大文化経済協会理事長、雑誌、アストモ世界発行人権社長に就任した。また、中国国民党でも、第9期から第13期まで中央、委員会評議員に選出されている。1991年2月16日、台北市にて死去。去年89。 ありがとうございます。